カメルーン大統領、ポール・ビアとアメリカ国務長官、コリン・パウエル、ニューヨーク、2002年9月16日、ポール・ビアはカメルーンの政治家。1982年より同国の大統領を務めている。ビアはフランス領カメルーン南部のムボメカ村に生まれた。パリ政治学院で学び、1961年に国際関係論で学位を受けた。 カメルーンに帰国後、アマドゥアヒジョ大統領に仕え、1975年に首相に任命された。アヒジョが1982年11月6日に辞任すると、ビアは大統領になった。アヒジョは辞任後、ビアと政治的に対立するようになった。アヒジョは1983年に国外追放され、1989年にセネガルのダカールで死亡した。 ビアは反対者に対して強硬な姿勢を取ると一部からは批判されており、またしばしば国民に対して挑戦としていると非難されている。ビアはカメルーンの英語使用者からも社会的少数者を孤立させる政策を取り、抑圧的であると強く非難されている。ビアに対する最も強い反対はこの地方からなされている。また、サッカーカメルーン代表引退を発表していた。 ロジェミラを自らチームに呼び戻すなど、サッカーを政権への不満そらしに利用。1992年の総選挙に際しては、反対勢力が10月11日の大規模ストライキを予告していたが、ビアは、同月10日開催の FIFA フフワールドカップ最終予選最終節、カメルーン対ジンバブエにおける、カメルーンの勝利及び、同国の 本大会出場権獲得に乗じて翌11日を国民の休日にすると宣言。ビアの目論見通りストライキは取りやめられた。ビアは2004年10月11日の選挙で再選された。公式に発表された得票率は75%であるが選挙には不正があったという指摘もあり、これを理由とする選挙結果に対する反対もなされている。 2011年の選挙でも当選し、85歳で望んだ2018年大統領選挙でも、得票率71%で7選。野党は選挙無効を訴えたが、10月19日に憲法評議会が訴えを却下している。2025年までの任期を全うすれば92歳、43年間の長期政権となる。ありがとうございます。